皆さんこんにちは。今日は半身浴をしながら、前にインスタグラムで質問を募集したんですけど、なかなかね全部答えられなかったというか、 YouTube の方でもその質問の答えをねやっていこうかなと思ったので、今日は動画を回してます。この入浴剤とともにこんな感じのパックになってて、これはそのままお風呂に入れます。このパックは自律神経の乱れとかを整えてくれるうなぎというバージョンなんですけど、よもぎの葉っぱとか使われてるからすごい香りがよもぎっぽい。肌荒れだったりとか冷え性だったりとか、あとホルモンバランスの乱れによってで、こう体に現れるそういった症状を改善してくれるので、あらゆるねトラブルに向いている入浴剤、妊活されてる方とか産後の方にすごくおすすめの入浴剤です。シミとかシワとかそういったお悩みにも効果あり。よし、じゃあこれをそのまま置いといて、それでは質問を答えていきますね。今28歳でお手本にしたいので、美里さんの28歳の頃のお写真を自撮りたどり問わずたくさん見たいです。なるほど。ポンポンポン。5年前ですね。もう5年も前か。いやでも5年前ちょっとそれは早すぎた。今32だから4年半前。この半年はでかいよ。次、自分へのご褒美に高価なものを買うなら今は何が欲しいですか？リングのレパートリーが最近ないので、可愛いリングがいいかな。はい、次、2人姉妹ですか？はい、2人姉妹です。姉がいます、ともみちゃん。色はもともと白いですか？そうみたい。昔のちっちゃい時の写真とか見てもそうなんだけど、親も言ってたことで、昔から真っ白だったよって言われたって考えたら、今ゴルフとかもねするからちょっとは焼けている気もするが、それでも、まあ、美白も気をつけているから真っ白い方なのかな。もともと美しいですが照れますな。より垢抜けた理由って何かありますか？まあ年齢とともに昔よりむくみづらくなってっていうのはあるかも。だからだんだんと顔がはっきりしたというか、水分が年齢とともに抜けていった感じは昔の写真と比べるとあります。あと痩せたっていうのもでかいかも。結構昔は、今42キロぐらいなんですけど、それこそ48ぐらいまでピークの時はあったので、まあその時はコロコロした感じでしたね、顔も体も。まつげは緩やかに上げてますか？いや、私今ナチュラルです。ベベのお客さんに最近なりました、効果すごかったです、ありがとうございます。こうやってね効果を実感していただくことが、オープンしてよかったなっていう風に思える喜びなので、スタッフも喜ぶと思います。おすすめのネイルサロンありますか？そう、私ネイルねあんまり普段しないんだけど、もうセンスが良すぎて絶対ネイルするときはここでお願いしてます。ショートヘアもっと見たいです。お、ショートヘアね、じゃあここでも出しますか。こんな感じ、かなり短かったよ。はい、次、おざみちゃん好きなアイス何？今から同じの買いに行く。え、好きなアイス？好きなアイスはスイカバーと、あとチューペット。おざみちゃんに憧れてます、ありがとうございます。憂鬱な時の気分転換方法を知りたいです。ほんとこれね、いろんなところでも言ってるんですけど、パーッとお酒を飲む、もうどっかちょっと遠出をするとかね。割と私ずっとこうインドアタイプじゃないので、いい具合で気分転換をナチュラルにやれている気がする。あとはカラオケとか、ちょっと温泉に入るとか、それこそ半身浴もそうだけど、汗を流すのもねいいかもしれない。アイクリーム何使ってますか？アイクリームはユーセリン使ってます。結構長い間これは使ってるかも。ユーセリンも良かったけど、なんか最近ねアイクリームじゃないけど、こうレチノールっぽいものを、弱いやつをね目元に塗ると割とシワとか回りづらくなったかも。得意料理は何ですか？得意料理はつまみ系か、あとこれは本当になんかもう一回食べたいってよく言ってもらえるのは豚汁です。おかずっぽい豚汁。おざみちゃんは恋愛で自分からアタックするタイプですか？自分からアタックはあんまりできないかな。自分からアタックはできないけど、相手の方がもしいるとしたら、相手の方の接してくれる態度とかを見て、あ、なんかもしかして気を持ってくれてるのかなと思ったら LINE をしてみたりはするかも。ちょっとす
ちょっと盲信みたいな感じでガーっていっぱいいかないかな。レーザー治療とかしてますか？肌綺麗だからレーザー治療は一切してないです。肌のケアはもう最近はね、自分のお店ベベでしかやってないですね。おだみ様のお気に入りジュエリー知りたいです。最近はでもシャネルのジュエリーをね、好んでつけてます。あとはなんかこの間私の大好きな先輩がすごいキラキラした可愛いティファニーのね指輪をつけてたの。だからティファニーもちょっと見に行ってみようかなと思って。最近頬の毛穴が目立つようになりました。あ、結構これは早急に対処した方が良さそうな気もする。なんかそのまま開きっぱなしで放置すると本当たるみ毛穴というか、もう広がったままになってしまう可能性があるので、できれば毛穴をね引き締められるような施術をどこか、ベベでもいいんですけど、なんか肌に合わせてやってもらえるところを見つけて対処した方が良さそう。私が毛穴をもし やばいと思って対処するとしたら、ハーブかな。ハーブもめっちゃやるかもしれない。私服が最高に可愛くて綺麗で好きすぎるのでたくさん見たいです。ありがとう、ね、またルックブックとかもねこれからも撮りたいなと思うし、私服で撮った写真をねインスタグラムの方にもちょこちょこアップします。みさとちゃん大好きすぎ、ありがとう。爆笑動画一つの動画につき10回は余裕で見てます。 YouTube 楽しみです。ありがとう。爆食動画見てもらえるの嬉しい。おすすめのヘアケアアイテムとかあれば教えてください。これすごい、このスプレーをした後に乾かすと結構サラサラになるのでおすすめ。でもね、一個注意点があって、このスプレーをかけて普通のフロアでこのスプレーかけてルームサンダルで歩いたらチュルって滑ったので、私は浴室の中でシュシュシュッとかけて、で水でバーッと足元流して外に出るようにしてます。お家で一人で暇な時間できたら何して過ごしますか？携帯で漫画読んだりとか、あとは TikTok で面白い動画をねまとめているチャンネルとか、あとドッキリとかをなんかひたすら見てるかも。 TikTok ってすごいね、いろんななんか面白いポイントを押さえてさ、過去のチャンネルとかね流してくれてる方がいるので、絶対大変だろうなとか思いながら面白く見させていただいて、センスいい同性の女友達の24歳のタンプで何あげたらいい？一生悩んでる。難しい。金額感にもよるけどね。まあ1万円ぐらいだと考えたら、自分が気に入っているスキンケアセットをあげるかな。まあでも事前になんか肌に合わないものあるとか言って聞いた方がいいかもね。スキンケアじゃなかったら、あとはなんかめっちゃいい香りのシャンプーコンディショナーセットとかなんか今お風呂に入ってるからそうやって感じるのかな2年付き合ってた彼氏と別れちゃいました。29歳、どうしたらいいか分かんないです。大丈夫、絶対大丈夫。割と本当になんかそういう時ってどうしようってね思ったりするけども、とはいえやっぱ私の親もそうだけど、いくつになっても女性でいるし男性でいるなって、やっぱ私の親はね離れ離れなので、私はなんかこう客観的に見てるんですけど、年齢はやっぱ関係なくなんか恋愛もできるし、いろんなタイミングが重なった時に結婚とかもねするんだろうし、絶対焦る必要ないかなって思います。動物園デートの時のコーデだったら何がいいですか？動物園でしょ？結構歩くもんね、動物園もね。だから、今夏だから、日焼けはしたくないけど、動きやすいって言った面ではもうショートパンツに T シャツ。動物園いいんじゃないかな。デートか。デートだったらやっぱ動きやすいワンピースかな。動物園だからちょっとぐらいなんか派手め、柄っぽいワンピースを着てもいいかもね。最近あって嬉しかったことを教えてください。私ゴルフをちゃんと始めてまだ半年ぐらいなのかな。だけど、一回背中が痛くなっちゃって半年休んで、で、半年前ぐらいからなんか練習とかも含めやり始めたのかな。そんな回数はやってないけどもね。だけど、この間110切ったのがすごい嬉しかった。彼氏に同棲を提案されたのですが、私はしたくありません。断るには何て伝えたらいいと思いますか？おー、なるほどね。まあ、シンプルに言うかも。私はまだ一人で暮らしたいとか言って言うかもな。緊張して好きな人に話しかけられません。アドバイスください。友達と一緒に声をかけてみる。
仕事うまくいかないな、何もしたくないと思うときどうしますか？何もしたくないときは何もしないかな。で、気分切り替えられるようにリラックスモードに入り、そうしてるとなんか私の場合は自然と、あ、なんかちょっとやらなきゃなとかって思ってくるタイプなので、何もしたくない時は何もしません。運動とかジムとかピラティスとかしてますか？最近は週1でパーソナルトレーニングのジムに8ヶ月ぐらい通ってます。まあ、トレーニングももちろんするし、体幹を鍛えられるようにお願いしてやってもらってます。最近ハマってる食べ物ありますか？最近あの早野家の担々春雨、これめっちゃ美味しくてすっごいハマってます。さとちゃん、この前アットコスメのイベントでお会いしました。お、その説はありがとうございました。酵素ってどこの飲んでますか？酵素はこちらです。すごく美味しくてね、飲みやすいからおすすめですよ。自撮りや他撮りの時何のカメラアプリ使ってますか？とっても美しいです。ありがとうございます。他撮りの時はあの普通の iPhone カメラなんですけど、自撮りは Ulike のアプリ使ってます。つい最近表参道ヒルズでソロランチされてましたか？そっくりな方を見かけて。してたかも。表参道ヒルズめちゃくちゃサロンから近いのでしてた可能性はありますね。みさとちゃんだったらバーベキューにどんな服装で行きますか？この間バーベキューしたんだけど、その時はこんな感じだった。腕が楽に使えて、体に縛りがないふわっとしたワンピース、あと軽いっていうのもすごく重要です。血液型は何型ですか？ A 型です。いつもかけてるメガネは伊達メガネですか？あれはね、度が一応薄くですけど、コンタクトつけててもつけれるぐらいの程度の度入りのメガネを使ってます。ちなみに視力は 0.01、0.01、 あのコンタクトとかしなかったらマジで見えない。ちなみにいつもどこのメガネですかってあの質問いただくのでお答えします。あれはオリバーピープルズのメガネです。で、片側がちょっとわからないんですけど、このメガネってありますかっていうふうに店員さんに聞いてみたら、もしかしたら店員さんはわかるかも。最近買ったハイブランドのものあれば見せていただきたいです。いやね、最近ちょっと買えてないんですけど、この間プラダのあのショーウィンドウであのマネキンが履いてた靴がめちゃくちゃ可愛くて、あれは買いたいなとあのひっそりと思ってます。今年の水着何かおすすめありますか？体型カバー系。二日酔いの時何してましたか？いや、私はね、本当にひどい時はビタミン注射を打ちに行ったりするかな。疲れがもうすごくてね、もうあとはお水を飲んでひたすらこう循環を良くしてこう出して出してって感じ。カラオケで歌う曲、カラオケは HY とか、あと阿部真央さんとかも好き、あとはジュディ・マリーと、あとはあいみょん。あ、最近あのアイドルを練習してカラオケでたまに歌ってる。結構テンポ難しいんだよね。はい、今日はこんな感じでちょっとそろそろのぼせてしまいそうなので出ようかなと思います。またね、あの質問コーナーとかもちょこちょこやっていきたいと思うので、その時もよかったら見てみてください。それではさようなら。